クロスランド X、クロスランドは、ドイツの自動車メーカーオペルが製造、販売する、B セグメントクロスオーバー SUV である。B セグメント MPV のメリーバの後継車種となる。2012年2月にゼネラルモーターズは、PSA プジョーシトロエンと、資本業務提携を結んだが、2013年12月に、資本提携を解消し、業務提携も縮小した。 PSA との協業に関して、オペル・ボックスホールのカール・トーマス・ノイマン CEO は2014年に、MPV のメリーバとザフィーラの後継車種、及び、新型商用車に、PSA のエンジンとプラットフォームを活用する意向を、示した。2016年11月7日、オペルは、メリーバに代わる、B セグメントクロスオーバーの社名を、クロスランド X とすることを発表した。 クロスランド X は2017年1月18日に概要が発表され3月のジュネーブモーターショーで世界初公開されたが皮肉なことに PSA が GM からオペルボックスホールを買収することを発表した直後のタイミングでの公開となった。クロスランド X はプジョー2008などで使用されている PSA の PF-1 プラットフォームをベースに開発された。 オペル、ボックスホールには、同じセグメントに、GM まつプラットフォームベースの目下点も、存在するが、クロスランド X の方が外寸が、わずかに小さく逆に、室内空間は広いほか、プジョー2008同様に、オードの設定がなく、FWD のみとなるという違いが存在する。クロスランド X は2017年5月2日から、オペルのサラゴサ工場で生産が開始された。 2020年、オペルの新デザイン言語である、オープル・バイザーを採用して、フェイスリフトしたことを機に、社名から、X が取れ、単に、クロスランドと名乗るようになった。ありがとうございます。